い、チャックくん、飛ぶ。はーい、だぜ。えい。はい、次、リクくん、飛ぶ。はい、行きます。はい、飛べました。すごーい。あんなのできるのリクくんぐらいしかいないわよね。さすがリクくん、回転もできるなんてすごいわ。じゃあ、鉄棒もやってみなさい。よっ。先生、これでいいですか？すごーい。これはリクくん、将来体操選手になれるかもしれないわ。まだまだ余裕でーす。リクくんって足も速いし、ほんと運動神経いいよね。ほんとね。ま、私のトミーも負けてないけどね。ほんとにかっこいい。イケメン。すごいけど、かっこよくはないような。ゆきなちゃん、さっきからりくくんのことかっこいいかっこいい言ってるよね。もしかしてゆきなちゃん、りくくんのこと好きなの？やめてよ。キャー、恥ずかしい。え、ゆきなちゃんが僕のこと？いや、でも僕にはみきちゃんっていう好きな人がいるし。でもゆきなちゃんが僕のことを好きでいてくれるなら、どうしよう。って、もう誰もいなくなってるし。授業終わった。みんな、みんな、一緒に帰って早く遊ぼう。ちょっと待って、まだ準備が。リクくん。あ、はるかちゃん、どうしたの？リクくんにこれ教えてもらいたくて来ちゃった。教えてあげたいけど、今みんなで帰ろうって。いいのよ、いいのよ。私たちはいつも一緒にいるんだし、せっかくはるかちゃんがここまで来てくれたんだから。そうだよね。じゃあみんな、また明日。バイバイ。ごめんね、急に来て迷惑だったかな。全然。早くキックボード上手くなれるといいね。はるかちゃんって最近リクくんのとこによく来るよね。もしかしてリクくんのこと好きなんじゃない？私にはその気持ち全然わからないわ。リクくんよりジャックの方がかっこいいし。へへへへへへへ。俺のことを忘れてないかだぜ。出た、また急に。さあケリー、一緒に帰るぜ。じゃあゆきなちゃんも体育でリクくんのことかっこいいって言ってたし、なんか急にモテ始めたよね。あのリクくんにもとうとうモテ期が来たのね。リクくんって優しいから、私のお兄ちゃんみたいで話しやすいんだよね。僕がハルトくんみたい？いや、それほどでも。ハルトくんほど優しくないし、かっこよくないし。いや、意外と僕の方がかっこよかったりして。痛いよ、痛いよ。あれ？あそこに泣いてる子がいる。本当だ、どうしたんだろう。の？大丈夫？学校から帰る途中でお腹が痛くなって。お家はどこ？すぐ近くなんだけど、痛くて歩けないの。よし、はるかちゃんごめん。僕のランドセル持っててくれる？うん、いいけど。僕の背中に乗っておんぶしてお家まで送ってあげる。おんぶなんて恥ずかしいから。いいよ。恥ずかしがってる場合じゃないよ。歩けないんでしょ？さあ早く。そうよ、その方がいいわ。うん。じゃあ、あなたたちとは初めましてだけど、ありがとう。まあ、アリスちゃん、お腹は大丈夫なの？うちの子をわざわざ送ってもらってありがとね。この子お腹がよく痛くなるから助かったわ。あなた、お名前は何て言うの？リクって言います。君、アリスちゃんって言うんだ。お大事にね。リクくん、ありがとう。ところで二人はどういう関係？どういう関係って。友達だよ。そうなんだ、よかった。それじゃあ僕たちお邪魔しました。あー、かっこいい人。リクくん、みんなに泣き虫って言われてるみたいだけど、今みたいにいざって時は男らしいよね。かっこいいわ。照れるからやめてよ。じゃあまたね、はるかちゃん。バイバイ。へー、それで昨日アリスちゃんって子を送ってあげたんだ。全然知らない子を助けてあげるなんて優しいね。僕って優しいんだよ。そこ自分で言うとこかしら。ももちゃん、日向ごっこだよ。あ、ももちゃん、降りておいで。危ないよ。ねえねえ、どうしたの？私のもも
ら自分で降りてこれるんじゃないの？それがこの子登るのは好きなんだけど、降りるのは下手なの。この前もそれで骨折して治ったばっかりなのに。どうしよう。何か助けれる木の棒とかはないかしら。僕に任せて。木登りも得意だし、僕も猫飼ってるから扱い方も慣れてるんだ。でもリク君本当に大丈夫？うん、任せて。よいしょ。よいしょ。よしよし、怖くないよ。僕が助けてあげるからね。よし、あとは降りるだけっと。これでもう安心だよ。くすぐったいな。すごいすごい。ももちゃんって人見知りだから、知らない人にはすごく警戒するのに、あなたには大丈夫だった。僕も猫が大好きだからさ。本当にありがとう。私キアラっていうの。今度猫ちゃん同士遊ばせない？もちろんいいよ。僕たちしょっちゅうこの公園で遊んでるから、また会ったら遊ぼう。うん、リク君バイバイ。キアラちゃんすごくキラキラした目でリク君のこと見てたわよ。もしかしてこれってまた最近どうしたの？しかもみんな可愛い子ばっかり。私にもイケメン5人ぐらいで声かけてこないかな。それはきっとないでしょうね。なんでよ。確かになんだか最近の僕モテ期かもしれない。そして次の日、姫ちゃん、今日は天気もいいし、あったかくて気持ちがいいですね。リク君？あ、ゆきなちゃん。私、リク君に話があるの。話？何？あのね。あー、リク君、今日は学校お休みだから、リク君公園にいるかなって思ってきちゃった。実は話があって。え、はるかちゃんも話？リク君、この間はおんぶまでしてくれてありがとう。あ、アリスちゃん、リク君のおかげでお腹ひどくならなくて済んだの。そっか、治ったならよかったね。リク君。あ、キアラちゃん、昨日はももちゃん助けてくれてありがとう。あ、リク君ちの猫ちゃんはこの子？名前は何て言うの？姫っていう名前なんだよ。お姫様みたいに可愛いから姫たん。姫たんか、可愛いね。うちんちのももちゃんと友達になれるかな。リク君、リク君、おーい、こっちこっち、ここだよ。から人間の姿に戻れなかったんだ。リク君に会いたくて、鳥の神様にいつでもこの姿になれるようにってお願いしたの。そうなんだ。じゃあまたリンコちゃんと一緒に遊べるんだ。うん。あれ、気づけば僕の周りに女の子が5人も。あれ、なんか変な空気になってない？あなたたち誰？私はリク君の隣のクラスのユキナ。この中で一番昔からリク君と友達なのよ。私はハルカ。リク君とはアミダくじでカップルになってからとっても仲良しなのよ。私はアリス。この間お腹痛いところをリク君に助けてもらったの。そしておんぶまでしてもらったの。私はキアラ。ほら、お互い猫が大好きで一番気が合うかもね。私はリンコ。怪我してるところを助けてもらったリンコなの。でももうみんなと同じ人間の姿になれるわ。だからなんだって言うの。みんなどうしたの？初めて会ったみんなで喧嘩しなくても。私、リク君のことが好きなの。だから付き合って。そんな僕、こんなシチュエーション生まれて初めてで、告白すら誰にもされたことないし、どうしたらいいのかわからないよ。そこまで。来月になったら何があるか知ってる？来月？2月？節分？豆まき？それが何？もうみんなおバカちゃん。来月は女の子たちの一大イベント、バレンタインよ。バレンタイン。そこでみんな全力でリク君に告白しなさい。誰が彼女に選ばれても恨みっこなし。そっか、バレンタインね。よし、もらうのはこの私よ。よしよし、その調子。女子たちよ、一
5人の女の子を応援するよって子は評価をぜひ、チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに質問。なぜかいきなりモテ期が来た僕だけど、ゆきなちゃん、はるかちゃん、アリスちゃん、キアラちゃん、リンコちゃんの中で誰が一番僕の彼女にふさわしいと思う？みんなコメントで教えてね。また次の動画も見てね。バイバイ。